はい、どうも、ジールです。チーム情報が出ているので見ていきましょう。こちら。予告イベント、つなぐ星の歌開催についてということでやってきました。いちかちゃんバナーイベントですね。はい、もう、これは、神イベの予感が実施してきます。ってことで、まずはね、公式の説明文見ていきましょう。ついに、事務所所属、ついに事務所所属を果たしたレオニード。いちかはここまで来れたのは応援してくれたたくさんの人たちのおかげだと思い、みんなに感謝の思いを届けようと考えるが、ということで、はい、今回ですね、まあ、事務所入ってプロとしてのごたごた系ではなくって、どっちかというとみんなに対して、まあ、歌を捧げるみたいな感じのストーリーになるのかなと思います。まあ、イラストの雰囲気からもそんなに重い感じはしなさそうなんでね、前回の真冬ちゃんバナーの傷が癒えていない人たちも、まあ、比較的安心して見れるイベントストーリーになるのかなと思います。そして今回なんですけど、進級前最後のイベントであるというふうにね、お知らせの方に書かれてあります。これが分かったことによって、あとは B バスとワンダショー、このイベントが箱イベ2つ3周年までに行われて、そして残りは混合イベントとバチャシン箱イベントになるっていうのは確定しました。混合がいっぱい来るはずなんでね、それがどうなるか楽しみですね。はい、そして詳細見ていきましょう。今回マラソン形式で開催期間は7月21日15時から7月29日20時59分までといつも通りのイベントとなっております。肝心のボーナスはタイプボーナスがクールタイプ、キャラクターボーナスがレオニードの全員、そしてメンバーボーナスが上から順に胸に秘めた誓い星野一花、今日は特別だから日の森志保、見守ってきた奇跡カイト、ということで今回 PTPT の時と全く同じメンバーが集まってますね。実質 PTPT ガチャということで、いや今回ねカイトさんがこっちにいるんですよ。いや正直なところで、ストーリー的にも実装数的にもニーゴの方に来て欲しかったなーって感じもありますが、まあこの辺ね書き下ろし楽曲とかの関係もあるので、まあ仕方ないなって感じです。では編成の方を見ていきましょう。今回ね既存メンバーで 250%、 星さん以下のメンバーでも 250% の編成組むことができるので、皆さんイベントボーナス稼いでください。そしてピックアップ込みで 310%、 マスラン込み最大 385% とね、イベントいつも通りなんですが、今回星4のクールタイプでサブキャラがレオニのバチャシンが一人もいないので、イベラン上位を狙いたい人はカイトさんがねほぼほぼ必須みたいな感じですので、ガチャではねカイトさん優先的に狙ってください。各メンバー見ていきましょう。報酬メンバーはこちらの画面に映っているので全員となります。星4メンバーについては、レゾネートウィズユーイベントのしほちゃん、ほなみちゃん、さきちゃん、1周年のカラフェス限定いちかちゃん、揺れない方のママイベントのほなみちゃん、しほちゃん、さきちゃん、今年のバレンタインのいちかちゃん、といったメンバーが星4で入ってきます。今回星4かなり少なめですし、結構限定も多いと、いちかちゃんが2枚とも限定なところもね、今回編成の組みにくさにつながっていると思います。なので持っている星4は入れつつ、星3なのでね、イベントボーナス稼ぐのがいいかなと思います。そしてもう一つ重要なお知らせが来ております。 Android14 へのアップデートに関するご注意ということで、今度ね配信予定の Android14、こちらのアップデートについて、アップデート後アプリが正常に動作しない事態がね発生しているとのことです。なのでね、 Android ユーザーの方は、プロスカの公式からお知らせがあるまでは Android14 へのね、アップデートしないようにしておいてください。ちょっとジールさんが Android を使ってないのでわかんないんですけど、もしね自動アップデート機能とかあったらそれを切った方がいいかなと思います。はい、ということで今回は新イベの情報について見ていきました。まあ、最後にちょっとイベント予想の話なんですが、レオニオリキャラいちかちゃん、しほちゃんっていうのはまあ予想は当たっていて、もう1枠はカイトさんっていうのがちょっと予想外でしたね。現状ね実装数唯一の11枚であるメイコさんが今回来なかったため、今月末のね限定での登場が濃厚だったかなといった感じです。またカイトさんがこのタイミングでの実装と考えると、8月末に開催されるであろうバチャシンの箱イベントでは登場したそうといった感じですね。ワンチャンカラフェスの可能性がといった感じです。はい、またこのあたりに関しては後日でイベント予想動画投稿しようかなと思うので、よければそちらをご覧ください。はい、といった感じで今回の動画終わっていきます。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。